君こそアスリート。今回は砲丸投げ根本穂奈美選手16歳。去年の東北新人大会では11メートル76センチを投げ準優勝を果たしました。砲丸は投げるっていう単純な動きなんですけど、その動きの中には一つ一つ意味があって、それを改善していくっていうのが楽しみ。砲丸投げはおよそ2メートルの円の中から重さ4キロの球を投げ飛距離を競います。投げ方は2種類あり、進行方向に背を向けた状態から勢いよく振り向き球を投げるグライド投法が一般的です。早く低く入ってしっかり溜めて押すっていうの、そこを意識しています。砲丸は投げるのではなく押し出すイメージで球を飛ばします。体のひねりとステップの勢いを砲丸に乗せることが飛距離を伸ばすポイントです。取り組み方っていうのをレベルの高さはやっぱりさすがかなって感じがしますね。地味なことを繰り返すとすごく根気がいるというか、すぐ飽きてしまうことが多いんですけど、その中にこう工夫とか楽しみをこう見出して彼女はできるんですね。そこが、彼女の最大魅力かなというふうに思いますね。強さの秘密はウェイトトレーニング。砲丸投げは本当にこうスナッチっていうのは近いと思いますね。最初の動きの中では足を使うんですね。その後背筋を使って最後手を使うんですよ。一瞬で下にある重さを上に持ち上げるっていうものはまさに砲丸投げそのものに近いようなものだと思いますので、砲丸は瞬発性が問われてくる競技なので、重いものでも早く動かすっていうのが、そこを意識しています。筋力がついたことで中学時代よりも飛距離が1メートル伸びました。自分の競技を全力で楽しんで12メートル飛ばしていきたいと思います。